가야지. さあ今波に乗ってきたのは元子。さあ綺麗なトップサンノア。さあこれは元子。さあここでスープの前に出てくる元子が勝ち上がればもう一度戦うグランドファイナルの進出です。ジャッジ判定3対0、根本選手が勝ち上がり、マストトップに赤、浅野選手対石井選手、ジャッジ判定3対0、浅野選手が勝ち上がりです。さあ、この次に行われるのは、福島選手対石井選手の5位、6位決定戦を予定しています。福島選手がブームエンドに赤、石井選手がブームエンドにイエローのそのままで OK です。さあ3位4位決定戦に進んだのはガストラバーレ、先ほども対決した浅野選手対根本選手です。そしてインサイドに来るのはガストラのマミちゃん。さあそこは陸に乗り上げそうだけど気合いのライディング。さあ残りヒート時間はあと4分。さあフォワードループをメイクしたのがさあ西田選手。あ、これはジャンプ、おっとバックサイドかな。ここでリップを狙う。 OK スラッシュ素晴らしい。浜に乗り上げるけど高ポイント、西田選手素晴らしいリッピング。さあ西田選手はいいリッピングを見せた。頑張れ、今のはいいリッピングだったぞ。選手も行くか。さあこれはプロ、ブームエンドに赤は福島選手、ブームエンドにイエローが石井選手。その対戦が終わると第17ヒート、マスターいらないけどね。16の次だよ、根本とノリオのヒートは。もうあの勝ち上がった人はこっちまで来なくてもノーリーシュでも OK ですから。もう分かります。一応赤トップが根本、赤ダウンがノリオです。次はイエローも持っていくといいよ。次はイエロー、勝ち上がった方はイエローエンドだから。放送で言います。もう歩いて体力を消耗しないでやりましょう。